Ой, молодший братику мій, за тобою я плачу. Прошу, будь ласка, лише не вмирай. これは堺市出身の歌人、与謝野晶子の詩、君死にたもうことなかれをウクライナ語に訳したものです。100年前でも今も同じことだね。戦争は恐ろしい。日露戦争に従軍した弟を思って作ったあまりに有名なこの詩は、ロシア語や英語、韓国語など7カ国語に訳されています。先週から始まった堺市の企画展では、晶子の文学を学ぶ外国人の若手研究者らがさらに8言語に翻訳し、合計15カ国語に訳された君死にたもうことなかれを見ることができます。例えばウクライナ人の女性だったら、やっぱり同じようにその戦争に行った男性女性は何よりも生きてほしい。体不自由になったとしても、あの大変な状態になったとしても、なんか生き残ってほしいですね。ただ死なないでっていうこと、でも共通の気持ちだと思います。ボグダンさんに翻訳を依頼したのは、八尾市でウクライナの支援団体を運営する小野さん。悲惨な現状に思いを馳せてほしいとし、侵略カレンダーを作成しました。5月20日ですね、817日目です。まだ戦争が終わってないにもかかわらず、支援離れ、支援疲れがしてる、なんとかしないといけない。この関心を持つことこそが、まずは大きな支援だと。戦争を傍観せず、悲しみに思いを馳せるこの企画展は、来月16日まで開催されます。